メルカリ族。おい、借りに行くぞ。動きたくない。服とか必要なものはどうするんだ。そこはメルカリだよ。いろいろあるし。新着アイテムも続々。メルカリ1億円分のポイントプレゼント中。メルカリ族。メルカリで売るのか。うん。俺らの住所バレたらどうするんだ。お互い住所知られずに取引できるのよ。あ、そうなの。始めよう、楽々メルカリ便。これも売ろう。1億円分のポイントプレゼント中。ではですね、早速 CM でメルカリ族を演じてくれたこの方々に登場していただきましょう。皆様大きな拍手と歓声でお迎えください。ブラザートムさん、そして渡辺直美さんです。どうぞ。ですね、仲間ですよ。アメリカリ族の皆さんですか。お二人の仲間ですよ。はい、こんにちは。トムさんはもう仲良くなってましたからね。はい、すごいですね、はい、ハイタッチしてましたもんね、後ろで。すごい好きでしょ、このメルカリ族は、はい、そうですよ。みんなでかいですね、身長も、はい、本番前に楽屋に挨拶しに行くって僕が先頭行って、僕はすぐだったんですけど、はい、メルカリ族とは結構な時間話しましたからね。今の新しい CM の方は、はい、最後あのトムさんが、はい、ポンってバズーカで編み出すじゃないですか、はいはい、あれ全部手動なんですよ。あの網の端っこになんか手ぐすみたいなのつけて、はい、スタッフさんが4人せーのポンって引っ張っててマジで20回ぐらいやりましたよね。あの理想通りにいかないんですよね、はい、全部ね、はい、そうなんですよ。なかなかうまくいかずに、はい、もうダメかと思った時ですよ、はいはい、神様っているんですね。そんな奇跡的に取れてるの。そうです、クマのところに綺麗にパサって入らないんですよ。はい、クマがそのまま倒れちゃうとか、はいはいはい、なんか変な塊で飛んじゃうとか、はい、でもそのためにね、うちらもどうなるか分からないので、はい、全部リアクションしてたんですよ。またかみたいな。メルカリって言ったら最先端なのにすごい原始的なこと。そうなんですよ。だからこの格好に合わせたんですかね。そうかもしれないですね、はい、でも全員がね、意見を言いながらやってるので、はい、もうちょっとそっち引っ張った方がいいんじゃないか。こっちちょっと遅らせた方がいい。そうなんですよ。それが延々続くんですよ。それ本番前に練習しとけよっていうことなのに。はい、だからすごいチームワークがすごかったですね。でも逆に2人がそれで仲良くなったんじゃないですか。はい、結構もう、まあ、これは後半だったんですけど、はい、結構もうその前から、はい、トムさんと結構仲良くさせてもらって、すごいなんか気さくな、大先輩なのに気さくで、はい、僕らからしたらレジェンドですからね。そうですよ、なのに、はい、なんかいつも話しかけてくれたりとか、はい、あとアドリブがすごい多くて、はい、なんかすごい優しい方なんだなっていうのがすごく感じました。ご迷惑かけました、すみません。楽しかったです。トムさんから来た直美ちゃんはどうだったんですか。ね、やっぱ可愛いし素敵で、可愛くて、うん、僕はハワイなんですね、出身が、はい、ハワイの人間からすると、はい、彼女みたいな体験の子は大好きなんです。あ、じゃあもうストライクってことですか。本当に素敵な娘に欲しいタイプなんです。嬉しいですね。体験でよかったなと。あ、そうですね。メルカリ族でなんか、はい、姫がね、褒められたからテンション上がっちゃったんですよ。あ、なるほどね。そうなんですよ。私、このメルカリ族の姫なんですね。はい、ちょっと俺の設定は分かんないですけど。メルカリ族はね、ちょっと弱いのはやった後照れるところなんですよ。慣れてないですよね、まだね。まあ、実は吉本の若手芸人ですからね。どうしていいかっていうのがね。いいんですよ、ガンガン言ってもらって、はい、そうなんですね、うん、はい、さあそれではここから特別企画に参りたいと思います。はい、渡辺直美の恋のフリーマーケット。集まってきてるので、静かにお願いします。そうですね、声抑えめでね。はい、外に警察の方がいますからね。集まってきたんじゃなくて、いていただいて。さあ、渡辺直美の恋のフリーマーケットということなんですが、はい、今回ですね、直美ちゃんに関係のある方々から6名ですね、その方々から恋の思い出の品を借り取ってきてもらったと。誰？ね、ということで、借り取ってきた品々を一つずつ紹介したいと思います。なんかメルカリ族でナンパしてるんですけど。いや、ちょっとやめてください。ナンパやめてください。アプリ紹介するのはいいですけど ね、 ね、まあ、肉食ってことなんでしょうかね。なるほど。はい、さあまずは一人目、この方です。誰？横澤夏子。出た、横澤。はい、
さあ出品してくれるのは ST ローダーの婚活リップということで、あ、はい、いつも婚活パーティーにつけていってる、これをつけていくとカップル成功率が上がると。それでも ST ローダーの婚活リップはすごい人気です、はい、女性の間でも。そうなんですか。これつけると結婚できるって言われてるんですよ。はい、でもあれですよね、この横田夏子ちゃんはね、はい、結構婚活行ってますよね。そうなんですよ、パーティー、ね、結構婚活行って何も起きてないっていうね事件が起きてますけども。今ね、売れた今でもね、現役で行ってるって言いますもんね、はい、そうなんですよ、ね、これを出品してくれるということで、はい、ありがとう。どうですかトモさん、こちらは。そうですよね。これに対してそんな言えることないですね。はい、でも大事です。大事ですよね。なんか横沢だけなんか時代っていうか、なんていうんですか、季節がおかしくないですか。そうですね、なんかクリスマスバージョン。他の写真はなかったのかと。その時に買ったんですかね。それかクリスマスに向けて結婚するよというあ、なるほど、ことなのか。あとね、半年以上もありますけど、ちょっとフォローもしようもない写真ですけど。さあ続いて2人行きましょう、はい、2人目こちらです。しずるの池田、はい、出品の品はナイキのシューズでございます。彼女とランニングしようと思って買ったのですが、サイズが全然違ったということで。わ、サイズ大事ですよね、ランニングって。だってほぼ新品でしょうね、こちらね、はい、こちら出品してくれるということでございます。はい、さあトモさん、こちらはいかがでしょうか。サイズが合わないというのは靴ですかね、はい、彼女ですかね。いや靴です。あ、そうですか。彼女とは合ってます。そうですよね、彼女とのサイズ。そういうことですよ。メルカリ族がめちゃくちゃ笑って受けましたね。さすがでございます。ちょっとトモさん知識がない中毎回聞いていきますけど、すいません、よろしくお願いします。お願いします、はい、頑張ります。さあ続きまして3人目こちらです。しずる村上。はい、村上さん、なんだろう、はい、出品する品はチャムスのショルダーバッグということで、はい、奥さんと結婚前によく音楽フェスに行っていた時に使っていたバッグと。最近はフェスに行く機会も減りましたので出品いたしますということでございます。いいエピソードだな、ね、いいエピソードですよね。フェスといえばやっぱこのショルダーバッグも超大事ですよ ね、 そうですよね。両手がやっぱ空いてる状態がいいので、ね、そしてここから夏に向けて、はい、そしてメルカリさんはこういうね、自分のいらなくなったものがね売れるというね。そうなんですよ ね、 いいですよね。これは求めてる人も必ずいますから、はい、そうですね、売れます。これはいいと思います、はい、さあトムさん、いかがでしょうか。この人もしずるさんって言うんですか。そうです、コンビなんです。コンビの、そうなんですか、はい、そうなんですよ。あ、ありがとうございます。ありがとう、毎回ワンポイントありがとうございます。さあ続いて参りましょう。続いてこちらの方です、どうぞ。フルーツポンチ村上でございます。出品はカーディガンということで。カーディガン、はい、よく着てますよね、いつも。はいはい、女の子とデートするときはおしゃれに疎い僕にとっておきの秘密道具と、これがカーディガンだということでございます。これさえ着れば女性受け間違いなしの服でございます、はい、何度も僕の恋を実らせたり実らせなかったり相棒でございます。何なんですか村上さんは。はい、なんか小さいですね。そうですね、いつもカーディガン着てません。はい、だからこれさえ着てればいいと思ってるみたいですね。ね、はい、いつもカーディガン着てる。さあトモさんが初めて画面に近づきましたが、いかがですか。興味を持ち始めた、はい、センスのかけらもないし。よくわかりましたね、このフレーズだけで。なんでわかったんですか。そうなんですよ。なかなかこの内側に着ているものと上のカーディガン合わせないですよね。そうなんですよ、村上さんはね、そうなんですよ、ちょっとね、気にしない方なんですね。はい、興味がないんですよ、ファッションに疎いということでございます、うん、素晴らしい、素晴らしい。さあ、そして5人目、この方でございます、どうぞ。あ、デニス上野でございます。ゆきよちゃん、はい、出品レイバンのサングラス。お、彼女と同じサングラスをかけて海外旅行でタイに行ったんですが、空港の手荷物検査で日本、タイ両方で止められて足止めされ、彼女と少し気まずくなったという仕方で。それは気まずくなるわ、嫌だわ、ね、そんなやつで行きたくないわ、ね、えこれね、本名が上野幸男っていう名前で、見た目は外人ですから止められちゃうんですね。そうなんですよ、サングラスかけてると ね、 ね、メキシコでしたっけ、ブラジルか、ブラジルです、ブラジルだからね、はい、さあトムさんいかがでしょうか。トムさん微動だりしない、はい、これ本当に外国の方なんですか。あの、日本人なんですけどハーフなんです。あ、じゃあ一緒なんですね。あ、そうです、そうです、そうです。もったいないですね。もったいないの一言。もったいないですね。もったいない、もったいないの一言でございます。ありがとうございます。さあ本日最後でございます、この方です。 BKB でございます。
元彼女がくれた手編みのマフラーと BKB ロング T シャツということで、いいんですか手編みのマフラー言っちゃって、ね、さあエピソードとしましては今、はい、結婚して幸せに暮らしている元彼女の手編みマフラーということで、なるほど、忘れたいのかな彼女のことでも彼女にとったら迷惑ですよね。そうですよね、結婚してるんですから。あと BKB のロング T シャツ急に自分で、ね、そう自分を宣伝しだすというまあでもこれも欲しい方いるかもしれません。はい、サイン付きですからね。はい、さあトモさんこちらいかがでしょうか。何もないですさんには何もございません。何もないですがございました。さあこれらの商品ですが、はい、刈り取ってきた思い出の恋の思い出の品ですが、なんと、はい、本日14時半から18時の間にですね、順にメルカリ内で販売いたします。実際はい、なんで皆様は、はい、ですね、恋のフリーマーケットで検索してください。はい、はい、恋のフリーマーケットでございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そしてなんとここで直美ちゃんからも一品出品してくれるということで、はい、そうなんですよ、直美ちゃんからでございます。いいですね、直美はーって呼ばれてるんですね。出身の、ね、設定なのにね、京都弁で来るという京都出身なんですかね、はい、そうなんですね。さあ何を出品してくれるんでしょうか。はい、今回私はですね、もうこれ画面いじっちゃっていいのかしら。はい、そうです、カツラ、はい、ウィッグ、ウィッグを、はい、出品してくれるということでございます。はい、さあ出品の仕方なんですが、はい、ここの方が出てきてくれるということで大丈夫です。私はできますか。私はできるんです。はい、よろしくお願いします。まあ、簡単に出品できますからね。はい、私いつでもやってるので、はい、本当にマジでメルカリやってるんで。なるほどなるほど、はい、こんな感じでね、本当簡単にできますからね。はい、画像を、はい、まずは画像を設定していただいて、画像を設定、これ恋の思い出ということですか。どういう恋の思い出か。そうなんですよね、ちょっとね、はい、まあ辛い思い出なんですけど聞きたくないよ。なんていうんですかね、はい、やっぱ男子受け、はい、男子受けを狙った髪型にしようと思って、はい、なるほど。で当時私短髪の金髪だったんですね、はいはい、どのぐらい前ですか。5、6年ぐらい前かな。5、6年前、はい、はい、でカンドリー忍さんみたいな感じの髪型の時代があったんですよカンドリー時代があったんですね。カンドリー時代だから、はい、かっこいいですよ、ソロだけ、はい、ソロ髪型かっこいいですけど、はい、男子受けするかって言ったらしないじゃないですか、はい、トムさんがすごいハマっておりますなのでちょっとこの女子受けするカツラをと思って。なるほど、はい、男性とデート行く時にカツラをかぶってたんですけども、はい、やっぱちょっとなんかね激しめのデートだったんですね、はい、なんかそのボーリングみたいな感じのやつね、はい、毎回運動する方のデートだったんですね。そうなんですよ、はい、毎回髪の毛直しながらやるのが大変だったんで、はい、大変だったで、その1回しか使ってないので、はい、はい、出品します。なるほど、1回しか使ってない、はい、でも1回使ったということに価値が多分ありますよね。そう、メルカリって1回使ったでもいいもんなんですよ。いいですよ、もちろんですよ。皆さんも古着だったりとか自分の持ってるから、ね、皆さん、部屋を片付ける際に、はい、いらなくなったものを出したりしてる。そうなんです。うわすごいな。しかもなんか聞いたら出品したら1日に 60% は出品したものが絶対売れちゃうらしい。絶対売れます。じゃあ出品しますね、はい、あもうできましたか。できました。本日いくらで。こちらは1000円で。あいいですね、出品しようと思います。これ多分出品したら本当すぐ売れちゃうと思う。すぐ売れると思います。今出品したらすぐでしょ。はい、結果はすぐ分かるんですか。はい、はい、出品します。はい、ドン。さあ恋の思い出、それはじゃあうまくいかなかったんですか。うまくいかなかったですね。年上だったんですけど、10個上だったんですね。悲しかったですね。ちょっとうるさいです、ごめんなさい。メルカリ族の皆さん、急に吉本の茶番感が出ちゃった吉本衆出さないでください。メルカリ族ですから。ここに来て初めてトムさんが苦笑いするという事態が起きてしまう。お手上げ状態が ねどうなんですか直美ちゃん恋は。なんか俺見ましたよ最近ネットニュースで。何ですか。坂口健太郎さん好きって言ったら。そうなんですよ、大炎上して SNS が大炎上しちゃってるって今。はい、でもなんかなんて言うんだろうな、あ、はい、逆に私のこと女性として見てくれてんだなと思いました。あ、世間の方がね。そう、付き合えるわけがないし近寄れるわけがない状態のボケで言ってるんですけど、はいはい、なるほどなるほど。もう理想すぎる最上級として言ったのに。そ う, そ う, そ う, そうなのに、なんか近づくなデブみたいなねえ、びっくりしました。で今もまだ延長状態ですか。
今は、まあ、昨日もそのエピソードなんか話したらしてないけんで、はいはい、それもまたニュースになってて、はい、まあ、ちょっとなんか炎上してますけどね。なるほど、はい、だからみんなが意外と熱狂的に見ててくれたってことですね。そう、私のことをね、私と坂口くんが付き合えるかもしれないっていうふうに思ってくれてるってことです、逆に。そうですね、楽しいんじゃないかと。何ですか、はい、あ、はい、売れたんだけど。もう売れた、早い。何分で売れました？1分2分。2分。うわ、売れた。1分以内。すごい、売れました。これイベント中で本当売れちゃうわけですから、ね、これぜひ皆さんやっていただきたいですね。これね、本当に本当なんですよ。どうする、これで今買った人がもう売りに出してたらそしたらそいつの住所調べてボコボコにしますそうですよ、ね、仲良くメルカリ便なんで住所知られずにできますから。そうなんですよ、はい、間にメルカリさんが入ってくれるんで、はいはい、ちゃんとしてるんですよそこも、はい、すごいな、何も分からずにそのまま、はい、